どうも、洋次郎です。はい、新しいイベントが始まって、ネクストステージの方の、イベントストーリーは今まで、アニメ7分の22の、キャラクターの過去を、過去ではなくて、過去はやらなくて、なんか7分22の活動をなんか普通になんかイベントストーリーとしてなんか流してるっていう感じでね。でその中でも、二人三脚プロジェクトとかも始まって、でその中でも気になったのが、レイカちゃんの CV というか声はどうなるんだろうって思っていて、他はメンバーが声を当てていて、ボイスがあるんですけども、レイカちゃんは、他で千春さんが卒業したということで、CV はどうなるんだろうなと思ったんですけども、今回は、CV なしということでね、声はなかったんですけども、僕は結構前々からね、言ってるんですよね。レイカちゃんの CV というか、レイカちゃんどうなるんだろうっていうことを言い続けてるんですけども、なんか、めちゃめちゃ違和感はありましたよね。なんか、物語を見ていて。で、まだね、そのネクストステージの方の、イベントは実況してないんですけども、気になって結構先の方に飛ばして見に行ったんですけども、レイカちゃん会はね、CV なし、レイカちゃんの声なしでやってましたね。なんか寂しかったですね。なんか、これはいかがなものかと思いましたけどね。でも、こうやってね、プロフィールの欄には、ちゃんとホカデチハルっていう名前があって、今回気づいたんですけど、こちらのレイカちゃんを押すと。私、ファンの皆さんに夢を与えられる。そんなアイドルになりたいです。まだリーダーとしても色々と足りてないですが、精一杯頑張りたいと思います。さあ、こちらの方でもボイスが聞けるようになったというね、心境もつきましたけども、なんでしょうね。もう、卒業は、もう変えられない事実ですし、今後とも佐藤麗華の CV が新しくつくんじゃないかって思ってたんですけども、なんかつく気配がないというか、なんかね、このタイミングだったら、5月23日の発表すれば、いいタイミングだったんじゃないかなと僕は思ってたんですけども、それをしなかった。で、まだ佐藤 CV、放課で千春とある。だったら、なんだったらもうイベントストーリーでもCV という声がないわけですから、この CV ホカチチハルってもうね、正直こんなこと言って怒られるかもしれないです、もう消した方がいいんじゃないかなと僕は思います。はい、なんかそう、もう卒業してね、新しい道に行かれたわけですから彼女は。だからこそもう消すべきだと僕は思うんですけどね。っていうお話です。そろそろね、いい加減二人三脚プロジェクトも始まりますし、6月下旬あたりですか、そこから始まりますから、いい加減この、佐藤麗華問題どうにかして、 なんとか決着つけてほしいですね。